えっと、批判と誹謗中傷の違い何だと思いますかえっとね、あの、誹謗と批判はね、結構一緒なんですよ。で、中傷が、あのね、これ逆かもしれないんであ、確認してもらいたいんですけど、あの、誹謗中傷って同じ意味で表現する人もいるんですけど、あの、誹謗と中傷って意味が実は違うんですよ。あの、えっと、逆かもしれないですけど、誹謗は根拠がある相手の評価を下げること。で、中傷は根拠がなく セクハラね、ひげおやじさんっていうときにその、じゃあ、そのひげおやじさんがセクハラをした動画がある状態で言ってるのであれば、それは批判だったり、誹謗だったりするんですよ。でも、ひげさセクハラをしたひげおやじさんの動画がない状態で中傷してる場合は、あそ,のそ,のそ,のあのそれ、文句言ってる場合は、それは根拠がないから中傷だよねっていうのと結構違うんですよ。 で、名誉毀損っていうのも、その二つに分かれるんですけど、